ハヤトマッハプロレスワールドへようこそ。本日は1969年10月26日パサディナ、1970年10月26日ダラス、猪木2年連続でデストロイヤーと一騎打ちについて触れてまいります。アメリカ遠征中の猪木の成長具合を確かめるかのごとく、デストロイヤーは2年連続で一騎打ちを猪木と行いました。まずはリトル東京のリングネームでロサンゼルスをサーキット中パサリナで一騎打ちを行うもデストロイヤーに完敗。ちょうど1年後、今度は幹事猪木としてダラスでデストロイヤーと一騎打ちを行うも、またしても完敗を喫しました。猪木にとってあまりにも高すぎるデストロイヤーの壁、しかしデストロイヤーは猪木の確かな成長を感じ取ったことでしょう。